ナコーンパトム県は、太陽国、中部の県の一つ。スパンブリー県、アユタヤ県、ノンタブリー県、バンコクと、サムトサーコーン県、ラーチャブリー県、カーンチャナブリー県と接する。ナコーンパトムは、中央平原部にあり、バンコクの西部に位置する。バンコクの市街地はこの県まで広がっており、ここに住んで、バンコクに通勤する人もいる。県内には、 ターチン川が流れる。ごとしてのナコーオンパトムは、最初の街という意味である。6世紀のドバーラバティ時代から栄え、現在の大国内の街で一番古い街とされる。それ以前から開発されていたという意見もあり、学者の中には、紀元前3世紀にはすでに物騒が不況に、ナコーオンパトムへ来ていたというものもある。ナコーオンパトムは、もともと海に面していたが、 チャオプライアー側が上流から土を運んできた結果、海岸線が南下してしまった。当時タイの主要交通手段は運河であったが、その後、ターチン側の水位が下降したため、運河としての利用が難しくなり、住民のほとんどは、ナコオンチャイシー郡に移動してしまった。その後、ラーマ4世の時代、1870年プラ、パトムチェディーが完成したので、住民を再びここへ戻した。 プラ・パトム・チェ・ディ検証は、プラ・パトム・チェ・ディと呼ばれるパゴダが描かれている。中央の王冠は、工事を完成させた、ラーマ四世の印象である。剣木はカバイロクロガキである。ナコーオン・パトム県は7の軍に分かれ、その下に106の町と930の村がある。ムアンナコーオン・パトム軍、カムペーン・セーン軍、ナコーオン・チャイシー、軍、ドーン・トゥーム軍、バーン・レーン軍、 サムプラーン軍プッタモントン軍、ありがとうございます。